こんばんは、岩田淳です。え、今日はですね、え、ニュースの解説に入る前にですね、一つお知らせでございます。え、今年のですね、今年は当たり前か、え、五月のですね、二十八日に名古屋で講演会を行います。え、これ、ウクライナ情勢と日本の課題ということなんですけれども、ウクライナ情勢がですね、刻一刻と動いておりますので、まあ、できるだけですね、新しい情報、そしてですね、まあ、そのただ単なる情報ではなくてですね、その、この情報に基づきながらですね、どのように、まあ、 の事件をですね、分析するのかということをですね、内外の文献を紹介しながらですね、えー、皆さんと議論させていただきたいというふうに思っております。残席わずかです。えー、ネットでですね、オンラインでの講演をこのご視聴いただくこともできますので、もしですね、遠方の方でこの講演に興味があるという方いらっしゃったら、ぜひですね、オンラインの方でご参加いただいてもありがたいと思います。なおですね、 今回のこの講演会ですけれども、メンバーシップのですね、グランドマスター、マスターの方はですね、無料でご覧いただくことができますので、ぜひですね、この機会にですね、マスター、グランドマスターにご登録いただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。5月28日です。さて、それではですね、今日のニュースに移りたいと思います。今日取り上げてみたいニュースはですね、こちらです。松尾隆さん。 まあこれタレントの方のようですね。私はあまりタレントとして知らないんですけれども、コラムニストもされているそうですが、のえー、毎日新聞に載ってるですね、ちょっと語圏論で、 で、あなたはいつもね、ご検論のことを批判してますね、というふうに言われるんですけれどもね。でもね、やっぱこれね、ほんと大事なことだと私は思ってるんですよね。え、つまりね、あの、昔あのゲームあったのを覚えてませんワニが出てくるゲームって覚えてませんなんかこっちがハンマーがなんか持っててね。で、ワニがボコッと出るたびにポンって言って、これボーッと出るたびポンって言って、これバパン、パン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 ってやっていくるやつありましたでしょう。あんな感じなんですよね。 つまりね、あの、語圏論が出てくる割合っていうのはむちゃくちゃ多いんですよ。毎日新聞、朝日新聞をはじめとしてね。まあもちろんそれ以外にも新聞、赤旗とかね、テレビとかね。で、もう毎日のようにね、語圏論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 とやってるわけですよね。で、その中においてね、会見論、語圏論のね、どこがおかしいのかっていうことをね、はっきりと言う人っていうのは少ないんですよね。 でその自分はね、本当はご健論者だというふうに思ってても、えー、堂々とですね、この人のこの意見がおかしいとでいうことをですね、えー、こうはっきりと言う人っていうのは少ないんですね。なぜかと言ったら、一つにはですね、そういう場所が与えられてないということもあると思います。 でもですね、今の時代 YouTube あるから別にやろうと思ったらできるんですよ。ただですね、次はですね、何かっていうと、あんまりね、ご健論のことを叩きすぎるとですね、あまあ、要するに居場所がなくなるっていうことですね。まあ、テレビでは居場所がなくなりですね、アカデミズムからも嫌われということでですね、なんかもう本当の、あの、なんていうのかな、鶴田浩二がやってた、あの、何ですかっけ、あの、 お天と様に日を向けて歩く影物っていうやつですよね。 何から何まで枕闇よ、みたいな感じでですね、テント様にね、こう火を向けて歩けない日陰者扱いされてしまうと。まあ、これがですね、やっぱり一番の原因なんだろうというふうに私は思います。ですから、まあ私はですね、日陰者代表としてですね、このご検論が出てくるたびにですね、ここがおかしいということですね、申し上げていきたいと思います。で、皆さんの中にもですね、ご検論で、 このご言論いいよというような人がいたらね、ぜひですね、私が申し上げていることをですね、聞いていただきたいというふうに思うんです。どこがいいんですかとああいうことを聞いていただきたいと思います。で、これはね、こういうふうに書いてます。憲法改正、権力者の口車に乗ってはいけないって言うんですね。 で、これどういうことかと言ったらですね、あの、近頃憲法改正がですね、あの、しようという人が増えてるということなんですね。自民党も、議事野党も、これ議事野党っておそらくですね、日本維新の会のことを言ってるわけですね。まあ、このあたりの言葉の使い方からしてですね、自民党議事野党という言葉の使い方してからしてですね、この人は野党が好きなんですよ。 要するに、立憲民主党だとかですね、そういった政党が好きな、共産党だとかそれが好きなんでしょう。新型コロナウイルスの感染拡大やウクライナ情勢を利用して、会見のムードを煽ろうとしているが、こんな火事場泥棒のようなご都合を認めてはならないと。うん。結局ですね。 新しい事態が起こった。パンデミックが起こった。そして我々が想定していたよりもはるかにですね、恐ろしいことが起こった。要するにですね、国連のアンポリの常任理事国が、隣国に対してですね、武力侵攻をしたということが行われているわけですね。そういった時に、果たして、普通だったらですよ、うわー、どうすんだろう、うわー、すごい、わー、わー、ではなくてね、果たしてじゃあ我々の平和ってどうやって守れるんだろうか。 我々のところでもう一度ね、パンデミック、今までよりもっとひどいパンデミックが起こったとき、どうやって我々国民の幸せとですね、その疫病のね、対策っていうものをどうやって両立させていくんだろうかって考えること自体はね、私おかしなことじゃ何でもないと思うんですね。というかむしろ常識的な思考だと思うんですね。例えばですね、簡単に申し上げておきますよ。まあ一番わかりやすく言ったらこういうことかな。我が家は火災保険に入ってませんという家があったとしようじゃないですか。 で、そしたら、まあ、火事なんか起こりっこないから、ね。で、その、お父さんとかお母さんにね、聞いたらね、火事なんてね、どこに火火つけるんですかとかね、なんか言うと怒られてですね、火事なんか起こりっこないんだというふうに言ってね、ご近所さんを信じろというふうに言われて、火事のね、出元なんかないと我々みたいなね、えー、公正と審議を信頼しろと、この、あのこのご町内のという話でね、言われていて、そうか、火災保険って入るっていうこと自体よくないのかというふうに思ってた時にですね、 ああ隣の町でですね、火災保険にやっぱり入ってなかったよといううちがですね、火ついたらですね、大変なことになってる。やっぱりえ、もう火災保険入っといた方がいいんじゃないのと。まあ、これに近いような議論なんですよね。つまり、要するに、もし万が一、うちがああいう状態になったら、 うちはどうしたらいいんだろうかと考えておくこと。これね、全然おかしなことではないと思いますね。すごい、あの、できる優秀な先輩がですね、大学受験にね、失敗してしまったと。で、落ち込んじゃってもう声もかけられないと。あでももしかしたら自分だって落ちるかもしれない。じゃあ落ちたら自分どうやってやったらいいんだろうかと考えておくことって何の問題もないと私は思います。 それを火事場泥棒っていうのはね、私は全くおかしいと思いますね。火事場にいながら何もしないで何も考えないでバーっと、火事だー、熱いな高いなははとか言ってる方がですね、私はずっと怖いと思いますね。で、さらにですね、国会議員や公務員は憲法を遵守する義務を負ってるにもかかわらず、罰則がないのをいいことに軽視し、改変しようと、小裸に訴えるものが増え続けていると。 でもですね、ちょっとですね、ここでね、あの、おかしいというふうにね、えー、思うのはですね、えー、憲法を遵守する義務を負ってますけど、憲法を変えてはいけないってことを変えてないんですよ、えー。日本国憲法の手続きにのっとって憲法を変えることは、これは全く問題ないんですね。で、さらにですね、こうやって言ってます。日本国憲法は世界の最先端の平和憲法でもあり、権力者の暴走から国民を守る国の骨組みだ。 ここで微妙に言ってることが違うの皆さんお分かりになりますかここで今までと議論が変わってるの分かりますかね今まで従来だったら、え、平和憲法であり、で、権力者の暴走から国民を守る国の骨組みだって言ってますよね。え、しかしですね、え、立憲主義っていうものに立つならば、権力者の暴走から国民を守る国の骨組みであるのが憲法であるのは、これは別に日本だけの仕組みではありません。 え、アメリカにおいてもそうですし、え、ヨーロッパにおいてもそうですし、えー、つまり、え、権力者がですね、まあ、これももともとはですね、どっから来るかって言ったら、まあ、法の支配っていうところから来るわけですよね。どんなに王様がですね、好き勝手やっても法には従わなくちゃいけないよ、というところから立憲主義ってものは成り立ってくるわけですよ。そうやって考えてみるとですね、権力者の暴走から国民を守る国の骨組みは、日本国憲法ではなく、憲法そのものの説明なんですね。 で、じゃあ日本国憲法は世界最先端の平和憲法でもありって言ってることは二つ言ってるわけだ。要するに日本国憲法は平和憲法で、さらに権力者からの暴走からを守ってる。でもこれは私に言わせるとおかしい。日本国憲法じゃなくて憲法ってのはそもそもそういうもんだと。で、じゃあ平和憲法なのかどうかということがですね、じゃあ今度は問われなくちゃいけないんだけど、えー、日本国憲法の特殊性がね、 でも、この人、松尾さんという人はですね、日本国憲法が平和憲法であるっていう証拠を一つも挙げてないんですよ。要するに、例えばですね、今ですね、 戦争をできる国にしようと意図を持つ人たちが改変改悪しようと湧いてきているが、絶対に口車に乗ってはいけない。大変に恐ろしい後悔をすることになるっていうふうに言ってるんですけれども、日本国憲法が平和憲法であるっていう証拠がどこにあるのか、まるで書いてないんです。日本国憲法は平和憲法であるっていうのはですね、でこれは、あの、自明のことではありません。え例えば1たす1は2であると。 これはもう多くの人が当たり前でしょそんなのっていうことですよね。太陽は東から昇って西に沈んでいく。これも当たり前のことですよね。で、こういういろんな当たり前のことって世の中には重力があるとかですね。いろんなことありますよ。ただし日本国憲法が平和憲法であるっていうのは、これはただの解釈であってですね、自明の断りではありません。 え、なぜ平和憲法なのかは説明しなきゃいけません。この人はね。日本国憲法が平和憲法であるっていう理屈は一体何なのかということです。で、これ何度も口を酸っぱくして言ってますけれども、日本国憲法が平和憲法であるっていうののですね、え福島あ水保理論と私が名付けてるんですけど、福島水保理論によるとどうなるかって言ったらですね、日本国憲法みたいな素晴らしい憲法を持ってる国をですね、世界中の国が攻めると、 それは世界中の国々が避難の声を上げると。とんでもない、かわいそうだ。で、もうボロボロに批判される。だから、侵略しようとする国は、侵略されるですね、憲法9条を持っている日本侵略できなくなるという。これは私は福島水保理論と名付けてるんですね。これ、福島水保理論の破綻はですね、例えばチベットの問題だったらどうなんのとかですね、そういった歴史的事実に全く耐えられないという点において、平和憲法ではないじゃないかという話なんですね。 で、じゃあもう一つは何かって言ったらですね、最近、あの、あるのはですね、最近というかちょっと前まであったのはですね、日本を攻めてくる国なんかないんだと。だから別に日本が軍備なんか持つ必要ないんだと。これ鳥越俊太郎理論ですね。で、これ共産党も昔はこういうこと言ってたんですよね、国会で。で、私も調べましたからね。で、だから、どこが攻めてくるんだという理屈ですけど、でも実際に今、尖閣諸島の問題に中国がうようよと来てるじゃないですか。 これどういうことですかとやっぱりこのですね、どこが攻めてくるんですか理論もありえないわけです。で、三つ目にですね、最近共産党が言い始めてるのは、いやいや平和憲法っていうのは、日本国民が、日本の権力者が外国に攻めていくことを抑えるんだと。立憲主義っていうのはそういうことだと。手足を縛っておくんだと。だから日本が世界のことを攻めないんだと。いやいや、じゃあちょっと待ってくれよと。日本が攻めていかないのは全く賛成するけれども、じゃあ、 日本が攻められた時にはどうするのと。世の中っていうのは日本が攻めてくることばっかりじゃないでしょうと。相手が攻めてくることだってあるじゃないですか。実際ウクライナだってそうでしょウクライナがロシアに攻めてったわけじゃない。ロシアがウクライナに攻めてきたんです。で、この時に平和じゃなくちゃしょうがないわけですよね。で、その時に平和憲法だ、平和憲法だというふうに言っていて、果たして本当に平和なのというふうに言ったら、これは成り立たない。 で、私が見る限り、日本国憲法を平和憲法と呼ぶべき根拠っていうのは何もない。要するに、幻想ですよ、ただの。この憲法を平和憲法だというふうにありがたがってるのは、本当にね、イワシの頭も新人からっていうやつですね。要するに、平和憲法ありがたい、憲法9条ありがたい、9条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 とああいうふうにやってると、平和がやってくると。 で、イワシのね、頭をですね、置いて、あこれで幸福になるんですわ、幸せだわーとやってるの、まあ。旗から見てたらですね、ちょっと大丈夫ですかっていう。な、なんでイワシの頭なんですかサンマの頭じゃいけないんですか何を言ってるんですかと。イワシでしょうと。平和の象徴なんだから。と全然わかりませんけど。って。ね。旗から見てたら、まるで、あの、何にも、あの、意味をなさないことを繰り返してるわけですよ。 それがねえ、ここで言ってるえ、このさらっと言ってる世界の最先端の平和憲法でありっていうこの言葉の使い方なんですよ。こういう間違ったね、言葉遣い、つまり論理的に何の根拠もない言葉遣いっていうのはですね、新聞に載せる以上訂正しなくちゃいけないと私は思うんですね。つまり平和憲法であるっていうなら、なぜそれが平和憲法なのかっていう理屈をね、言わなくちゃいけない。で、どんなにね、変であっても、まあ、それなりに理屈が通ってるなっていうんだったら私はね、 な、な、なるほどなと。例えば、自民党のことを改憲勢力というふうに書いて、これをね、会見に反対する人だっていますよ、自民党の中に。でも、基本的に自民党ってのは改憲する生徒勢力ですから、そこをね、別に文句つけるっていうつもりはないですよ。ただし、平和憲法っていうのはね、あ私はおかしいと思う。例えばですね、あの、あそうだな、ロシア人は、 戦争大好き民族とかって言ったら、私はこれヘイトスピーチだと思いますね。だってロシア人の中にもですね、えー、その戦争に反対する人だっているわけですからね。だから、そうやって考えてみるとですね、論理的にしっかり言ってくれないで、なんとなく情緒的にね、今、ロシアでプーチン大統領を支持してる人が多いんだから、ロシア人はもうみんな戦争好きなんだろうみたいなね。これ思いつきでなんか喋るっていうのは、私はね、本当にね、非学問的でよろしくないというふうに思うんですね。しかも国民を惑わす。 だから、私は小読みにおいてですね、平和憲法なんていうことをですね、論理もね、減ったくれもなく使うっていうところにですね、やっぱこういうコラムのですね、恐ろしさがあるというふうに思います。で、さらにですね、こういうこと言ってます。権力者の暴走から国民を守る憲法を、その権力を持つ側が変えたがっていることに強い違和感を覚える。これは罪を犯す可能性の高い者たちが刑法を変えろと騒いでいることと同じではないか。 またすごい事例なんですね。これね、世の中の人権派弁護士もね、怒った方がいいんじゃないかなと思いますよ。世の中で刑法がね、ちょっと重たすぎるんじゃないかという人たちっていうのは、刑法やろうとして、な,なんか自分で刑を犯そうとしてる人じゃないかというように読めますね、これ。そういったことっていうのはね、おかしな議論です。それからね、 おかしいのはですね、憲法を変えようとするという、国民を守ろうとする憲法を権力者が変えようとするっていう理屈をずっと言ってますけれども、例えば権力者の口車に乗ってはいけないって言ってますけども、私も含めてですね、まあ皆さんも、この番組をご覧の皆さんもですね、もしかしたらこの番組のご覧の中に、 権力者がいるのかもしれないですよ。岸田総理が毎日のようにですね、見てるのかもわかりません。ですから、それは私だってわかりません。誰が見てるのかなんていうのはね、わかりませんけれどもね、少なくとも常識で考えてですね、私の番組を見ていらっしゃる皆さんは一般的な日本の国民であり、私も一般的な日本の国民なんですよ。 で、私は憲法を変えた方がいいですよと。それなら、なぜならば、やっぱり自衛隊が違憲だというふうに言われているような状態っていうのは、やっぱおかしいから、憲法9条っていうのを変えて、きちんと自衛隊っていうのを法的に位置づける。あるいは自衛隊、その9条2項を削除して、自衛隊を軍隊、国防軍にすると、言ったようなことっていうのは、もうやるべき時ですよと言ってる。じゃあ私、権力者の手先なのかって言ったら、こんな権力のない権力者どこにいるんだというふうに話になりますよね。 家計費6億円もらってるね、山口二郎さんとは違うわけですからね。何なんだと。ね、本当に、ね、私はいつも言ってるんですけどね、あの、佐渡ヶ島に行くとですね、羨ましくてしょうがないんですよ。佐渡っていうのはなんか水が綺麗で、あの、すごいね、皆さんがご苦労なさって、だから佐渡お酒も美味しいんですけど、で、それでね、すごくやってですね、時がね、えー あの、解き放たれてるんですよ、本当にね。えー、文字通り。で、まあ、時のその博物館みたいなのもありますよ。だけど、そうじゃなくて、自然にね、包丁してる部分の時もあるんですよ。でね、佐藤、えー、の人たちは、タク読めるとね、ああ、よかったね、と言ってね、あの、すごく、可愛がってるわけですよね、時のことをね。 ところがですね、アカデミズムでですね、絶滅寸前のね、徳みたいな私はですね、石持って追われてるわけです。これはこの野郎この右翼と言ってね、石持って追われてる。この私がどうして権力者なのかね、教えていただきたいと。あなたたちの方がずっと権力持ってるじゃないとああいうふうに思うんですけどね。で、その権力のない非力な私がね、憲法改正をえ訴えてるわけです。で、おそらくですね、多くの方々も、やっぱり自衛隊ってやっぱ憲法を変えた方がいいよなって、自衛隊一生懸命頑張ってる二見の存在だって、 ふうに言われてかかわいそうだよなとかあるいはですねご家族がね自衛隊の人だってうちの息子はなんで違憲の存在なんてあれだけ一生懸命働いてるのにそんなひどいこと言われなくたっていいじゃないかとみんな権力持ってないですよ権力持ってない人だって憲法改正望んでんですよ憲法改正を望む人間はみんな権力者であるみたいなね言い方ってのは私はねこれもね世を惑わすようなニュースのあーやり方だと論法だというふうに思いますね えー、さらにこんなこと言ってるんですね。日本を取り巻く安全保障の環境の変化に対応するためであれば、防衛に関する法律の整備をすればいい。平和安全法制やった時にあれだけ反対してた人たちがですね、えー、防衛に関する法律の整備をすればいいと言ってる。しかし整備にも限界あるんですよ。なぜならばですね、その整備にね、限界があるのは、我が国はですね、憲法9条があって、 で、陸海空軍その他の戦力持たないって言ってるわけですから、これ虚心段階に見たら自衛隊って持っちゃいけないんじゃないのっていうふうに思える人がいてもおかしくないんですね。そんな状態はやっぱり変えましょうって。ここはね、法律変えれば変わる問題じゃなくて憲法を変えないと変わんない問題なんですよ。だから憲法を変えろというふうに言ってるんです。法律で変わる問題だったら法律で変えればいいですよ、それ。法律で変わらんからこそ今言ってるんじゃないですかね。 戦争しないと明記してあること以上に日本を守る方法はない。日本の安全を脅かそうという国があったとして、日本が戦争も辞さないという突破口を開いてしまえば、その国が攻撃を仕掛けてくる口実をも与えることにつながるのではないか。ピーヒャラピーヒャラっていう感じでもう全くわからないですよね、これ。まずですね、この方に教えてあげなくちゃいけないのはですね。 え日本をあの安全を脅かそうという国があったとして、日本が戦闘も辞さないという突破口を開いてしまえばというふうに書いてございますけれども、日本の安全を脅かすということで、軍事力を持ってですね、日本に仮に侵攻してきた、えー、それはどこでもいいですよ。尖閣諸島でも沖縄でも北海道でもどこでもいいんですけれども、もし実際にそういった軍事的にですね、えー、戦闘をね、えー、こう仕掛けてくるようなことがあったら、日本は戦争しないという選択では、 ないんですよ。個別的自衛権を行使して自衛隊がこれを戦うんですよ。だからよくね、日本は戦わない国だとかって言ってる、これ嘘ですよ。自衛隊は個別的自衛権のもとに戦うために存在してるんであって、もしね、個別的自衛権であるけど自衛隊も使わないって言うんだったら、自衛隊って何のためにいるんですかって話になるじゃないですか。 いや、災害のためにいるんでしょう、とか言う。災害のために兵器はいりますかという話になってくるでしょおかしなこと言っちゃいけないんですよ。え、これね、まずは、第一の誤解は、我が国は、他国から侵略を受けた時に、何もしないで、あの、無抵抗で、非暴力で、不服従というような形は取りません。我が国はですね、自衛隊が立って戦うんです。だからこそ自衛隊の人たちは尊いんですよね。ここは理解しなくちゃいけない。で、二つ目。 その国が攻撃を仕掛けてくる口実をも与えることにつながる。これ全然わかりません。日本を攻め込んだ。そしたら日本の自衛隊が立って戦う。だから攻め込もう。どういう理屈ですか日本を攻め込んだら無抵抗であると。だから日本を攻め込もうならわかるけれども、日本を攻めたらですね、個別的自衛権もあり、集団的自衛権もあるよという状態を作ってるわけです、日本は。だから戦後の日本は、 平和だったんですよ。平和、憲法9条があってですね、9条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 とですね、拝んでいたから平和だったんじゃないんですよ。だから、自衛隊があり日米同盟があったから平和だったんです。でもそのね、状況が今中国のこの軍事的なですね、増強によってバランスが崩れようとしてる。だから今までの状況じゃまずいから憲法9条も変えた方がいいよと。こういう議論になってるわけです。だからね、もう周回遅れというかですね、まず前提が間違ってるんです。 別にね、私ね、えー、その、コラムニストとかタレントの人がですね、間違ったことね、言、ね、うことでですね、とやかくですね、その目くじら立ててね、怒るっていうのもね、大人げないってわかりますよ。ただね、新聞に載せてね、これ信じる人がいたらね、やっぱ問題だと思うんですよ、私は。 これ、人生相談だったらいいですよ、えー。例えば、なんかお父さんとお母さんが仲悪くてどうしたらいいでしょうかとかなんか言った時にですね、ああ、じゃあ仲、仲良くなる、仲良くなるようにこうしてあげたらどうですかとか、そういう人生相談とかだったら全然私は、なんか、おいこらとかなんか言ってくる筋合いは全くないんだけど、 このことね、安全保障の問題に関わることについてですね、前提からそもそも間違ってるようなことをね、ずーっと言い続けてるっていうのはね、これはね、要う誤つ、うん、新聞は社会のた卓だって言いますけど、嘘ですよね。もうなんかハーメルンの笛吹き男みたいな感じですよね。こうなんかずーっとみんながピーヒャラピーヒャラやってついてったらですね、最後子供たちみんなついてったらいなくなっちゃったってあれですよね。だとんでもないことを言っていると、こういうことですね。 憲法までが武力行使にお墨付きを与えてしまったら、それこそ歯止めが効かなくなると。いや、もうね、お話にならないとしか言いようがないですね。 え、それからですね、なんか、アドルフ・ヒトラーが独裁を続けることができたら、えー、受験法を利用した結果だとかね、少し、あの、歴史を勉強されてるそうですけれども、そういった法律をですね、今ね、総理大臣に全て与えようなんていうふうに考えている議員はいませんし、我々歴史に学ぶことができるわけですから、そういったことにはならないということ。しかもしてはならないですね。そんなもし一回、改憲法案が出てきたら。で、もう一つですね、やっぱり最初にあの申し上げた通りですね、 えー、憲法っていうのは変えていいんだということをですね、ちょっと皆さんと共にね、もう一回ね、ここで復習しておきたいと思います。なんか憲法を変えることイコールそれが悪いことだというふうに思われてるかもしれませんけど、憲法はですね、日本国憲法の中で改憲手続きっていうのがあるんですよ。つまり、 この憲法を変えてはいけないっていう憲法だったら、憲法改正って訴えてる人は、その国会議員として憲法を守るって義務を放棄してるっていうふうに言われても仕方ないけれども、我が憲法は変えていいんですよ。日本国憲法96条ですね。で、これ結構ハードル高いですよ。まず第1項でですね、この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2、各議員って言うと分かりにくいから週3ですよ。 衆参の、えー、総議員の、出席じゃないですよ。総議員の3分の2を以上の賛成。で、しかもこれで終わらないんですよ。で、これでこ、えー、国会がこれを発議して、国民に提案して、えー、国民がですね、今度はですね、えー、これ過半数の賛成。国民が、 2分の1賛成しなくちゃいけないっていうことで相当難しい憲法のハードルになってるわけですね。で、まあこれ、このハードルそもそも高すぎるんじゃないのっていう議論もあるんですけれども、まあ私はね、ここはまあまだ移さなくていいと思う。憲法っていうのはその結構難しくしといた方が良いと思ってるから、これでいいと思ってるんだけど、で、ね、いいですかもう一度申し上げますよ。で、国会がこれを発議して国民に提案するんですよ。 ですから国会議員が憲法の話をね、えー、会見についての話をしなかったら、いつまで経っても憲法を改正できないんですよ。その国会議員に憲法の話をするなと。権力者が自分たちの権力をね、乱用するために、まるでね、その犯罪者たちが自分のね、あのなんか、あ刑法をね、低くしろっていうのと同じような理屈だってね、なんかね、あ、確かそう。 言われてみればそうかもしれないみたいにね。ちょっとね、あの、頭のね、類推力の弱い人なんかね、そう騙されるかもしれないけど、全然そうじゃないです。そもそもですね。 国会議員が発議しなければですよ。えー、この提案すらできないんです、憲法改正は。ということは誰がこの議論をリードしなくちゃいけないかって言ったら、それはもちろん我々在野の言論人もやらなくちゃいけないけれども、でも、やはりですね、一番やっていただかなくちゃいけないのは、国会議員が憲法について真剣に考えてもらわなくちゃ困るわけですよ。で、その真剣について考えた憲法をですね、このハードルを全部で、ね、突破して、それでも、 国民が納得するような、極めてマイルドな形で,でしかね、あの、日本国憲法っていうのは改正できないです。はっきり申し上げて。ですから、そのね、なんかもう、この、このまま行ったらなんか日本国憲法の平和主義は失われて、なんかもう、あ、戦争が始まるとかっていう人はですね、もうね、そういう人たちはね、もう外出るのもね、やめた方がいい。外出たらね、 交通事故に遭う可能性だってあるし、もしかしたらですね、何年かに一度はね、空から隕石が落ちてきてね、その頭にね、突き刺さって死ぬかもしれないわけだから、その、その可能性を恐れてね、あの、もう外出ないぐらいの、あの、慎重さは求めれる。でもね、これ大変ですよ。家の中にいてもですよ、もしかしたら地震が起こるかもしれない。で、家の中にいると地震が起こるかもしれないから、家の中にもいられない。外にもいられない。じゃあどうしたらいいんだもうね。 常識を取り戻せというふうにしか言いようがないですよね。だからやっぱりね、日本国憲法について議論するときに、我々にとって一番大事なことっていうのは何かって言ったらですね、変なね、 先ほど申し上げた、平和憲法っていう、こういう変な、あこのなんか形容詞ですね。憲法ですよ、ただの。それなんで日本,日本国憲法ね、平和憲法というふうに名付けるのかね。これいらないです、こんな言葉はね。だからもうそういったものをですね、全部排除してってですね、日本を守り抜くために、日本の繁栄を永続させるためにですね、どのような憲法が必要なのか。そのために日本国憲法の方が必要なのか。それとも日本国憲法の今のままではまずい部分があるから改正するのか。 これが合理的な議論でありましてね。一方的に憲法改正のね、議論をすることは間違っておるということを言い続けるね、毎日新聞のこの記事には私は非常にね、あの強い違和感とね、あの不快感を覚えたということを申し上げたいと思います。別に私この人個人になんか含むところは何もないですよ。この人はそのタレントとしてだとか、俳優だとしてだとかですね、そういうことでご活躍されていることについて、それがおかしいとか言うつもりは全くございません。ただ、 日本国憲法論についてはちょっともう一度考えていただきたいというふうに私は申し上げたいと思います。さて、いそっぽくは。220、ラクダとゾウとサル。物言わぬ動物たちが王を選ぼうとしたとき、ラクダとゾウとが立候補して争った。ラクダとゾウ、なんでですかね。一方は体の大きさのゆえ、他方は力の強さのゆえ、皆を足で選出されることを期待していた。 ラクダって大きいんですかねなんか全然そんなイメージないですけどね。ところが、猿は両方とも不適格だ。という。ラクダは悪事を働く者に対して怒らないし、ゾウは小豚を恐れるので、ゾウが王になれば小豚が襲ってくるかもしれないというわけだ。まあ、この辺の前提わかりませんね。なんでゾウが豚を恐れるのか。これもわかりませんけど、多分当時そういう神話というかなんか話があったんだろうというふうに推測するしかありません。 そして、どんな重要な事柄でも、些細な理由で阻まれることがある、よくある、ということをこの話は解き明かしている。まあ、いろいろありますよね。確かにね、あれはこうだ、あれはこうだと言って、文句つけるのは簡単ですよね。 あの人に対してねあ、この人はここ良くないよ。いい人ですよっていうのはなかなかね、全部いい人ですよってのはなかなか難しいけど、あれはここが良くない。ここあ、これはここが良くない。というのが簡単ですね。だからまあ、私もですね、まあその、うん、いわばですね、評論的な仕事をするときにね、えー、悪いところだけね、上げていくっていうのはまあ簡単なことなんですけど、そうじゃなくていいところも探すようにね、うん、努力はしているつもりなんですけれどもね。ということで、えー、正論のですね、あの、 聞く力だけで良いのか。あれ、どこ行っちゃった、えー、あの、聞く力だけで良いのかっていうね、聞く力おじさんで終わっていいのかっていうのは、えー、最後ですね、私は岸田総理にですね、実はエールを送ってるんですよ。皆さんぜひご覧いただきたいというふうに思いますけど、えー、岸田あ総理がですね、歴史的な大最祀になる可能性だってあるんじゃないかということを語っております、えー。ぜひご覧いただけたら幸いです。 で今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振込講座よりご支援賜りますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。